スカイラークグループ人事担当の福島です。スカイラークグループみんなの勉強会ということで、年収の壁って何、年収106万円って社会保険加入基準じゃなかった、こちらを勉強していきたいと思います。よろしくお願いいたします。年収の壁とは、一定の年収額壁を超えると税金だったり社会保険料の負担が生じ、手取りの収入が減ることです。約100万円の壁、103万円の壁、106万円の壁、130万円の壁、150万円の壁、201万円の壁があります。今日はアルバイトの方の中でも一番重要な103万円の壁と106万円の壁、130万円の壁について紹介したいと思います。106万円の壁というのは実はありません。この106万円の壁というのは、社会保険加入基準である 8.8 万円 ×12 ヶ月が106万円なので、便宜上106万円と言っているだけでした。社会保険の加入基準とは、就労20時間以上かつ月収 8.8 万円以上と就労 28.5 時間以上です。つまり106万円とは社会保険の加入基準ではありませんでした。では誤解を一つ見てみましょう。106万円を1000円でも超えると社会保険に加入しなければいけないんですよね、という質問がよく本社にも届きます。実は社会保険に加入する必要はありません。加入基準は就労20時間以上かつ月収 8.8 万円以上、この場合は中間学生を除きます。そして就労 28.5 時間以上、このどちらかの働き方をした場合に社会保険に入る必要があるので、この場合には社会保険に入る必要はありません。では例題を見てみましょう。条件として時給1200円、就労18時間、月 4.3 週、こちらは固定になります。その月収の計算を見てみると、1200円 ×18 時間 ×4.3 週は92,880円です。年収計算すると、これに12ヶ月をかけると114,560円になります。年収106万円を超えていますが、就労20時間未満であるため、この場合は社会保険に加入する必要はありません。では誤解の2つ目です。毎月10万円は稼ぎたいけれど、毎年10月、11月は年収調整をしています、というケースです。就労20時間かつ月収 8.8 万円以上の勤務の場合は加入する必要はありますが、就労20時間未満であれば年収調整をする必要はありません。では例題見てみましょう。条件として時給1113円、就労19時間、月 4.3 週だった場合、月収計算は99,333円になります。就労20時間以上と月収 8.8 万円以上を両方満たしたときに社会保険に加入する必要があるため、この場合には社会保険に加入する必要はありません。では誤解の3つ目です。たくさん稼ぎたい月もあるけど、お盆の8月とクリスマスの12月に月収15万円ずつ働いてしまい、年収が106万円を超えてしまったので社会保険に加入しなければいけないんですか、というケースです。この場合、一時的な収入増加の場合は社会保険に加入する必要はありません。では例題を見てみましょう。条件として時給1000円、就労18時間、月 4.3 週の時、8月と12月の調整期に月15万円働いた場合です。月収計算では月 77,400円、年収計算にすると 77,400円に10ヶ月と8月と12月の15万の ×2 ヶ月30万円を足すと107,400円になります。この場合、基準未満の働き方であるため、一時的な収入の増加により年収106万円を超えていますが、社会保険に加入する必要はありません。そして残りの103万円の壁と130万円の壁を見ていきたいと思います。103万円の壁とは、103万円を超えると働いている本人に
所得税が課税されます。税金の目安は年収106万円の場合は課税額は年間1500円程度です。月額に直すと120円程度になります。所得税は年収103万円を超えた額から課税されるので、この場合では影響額は非常に少なくなっています。問題はもう一つの方です。親の扶養控除がなくなった場合です。この扶養控除、聞き慣れない言葉だと思いますが、扶養控除とは親御さんが子供を扶養することによる経済的負担を抑えるために税金を少なくするよという制度のことです。なので103万円を超えると親御さんの手取り額というのが年間で約7万円から10万円程度減少してしまいます。そして130万円の壁とは、130万円を超えると親御さんだったり旦那さんの社会保険の扶養から外れてしまいます。先ほど週20時間月 8.8 万円以上を超えると社会保険に入らなければいけないということがありましたが、何が違うのかというと、週20時間以上かつ 8.8 万円以上を超えるとご自身が社会保険に入る基準となりますが、130万円を超えると親御さんだったり旦那さんの社会保険の扶養から外れてしまうことになります。つまりスカイラークの健康保険、もしくはご自身で国民健康保険のどちらかに加入する必要があります。そしてこの場合、交通費も含み中間学生も対象となります。ただし小生期などで一時的に月収が増えた場合、この場合には社会保険の扶養からは外れません。こちらの制度は2023年10月からが適用となります。詳しくは親御さんだったり旦那さんの勤務先にお問い合わせください。それでは最後にまとめです。年収106万円は社会保険の加入基準ではありませんでした。つまり就労20時間未満の勤務であれば社会保険に加入する必要はありません。スカイラークグループではすでにスカイラークで働いている方、または働くことを検討している方専用に社会保険に関する相談窓口を設置しています。不明点などございましたらお気軽にご連絡ください。ご視聴ありがとうございました。